オリンゴ族は、新熱帯区のアライグマ科の小さな動物である。ニカラグアからペルーにかけての中央、アメリカ及び南アメリカの熱帯雨林に生息する。樹上生活や構成で、生息域は、海面高から高度2750メートルまでである。形態や習性は、近縁の金華獣族によく似るが、オリンゴ族は木に巻きつくのに適した親、押し出し可能な舌を持たず、ビクチが、 より長く、また、肛門線を持つ。遺伝的解析により、最も禁煙なのは、実際は、花熊族であることが示された。金華獣族が現存の他のアライグマ科の族から分岐したのが2260万年であるのに対し、オリンゴ族と花熊族の分岐は、約1020万年前と推定されている。したがって、オリンゴ族と金華獣族の間の類似性は、 平行進化の一例ということになる。オリンゴ族を構成する種の数については、分類学者の間で議論がある。B エレニ、B ベダーリ、B ギャビー、B レイジス、B パウリという5つの種を認める立場や、B エレニと B ギャビーとの2つの種だけからなるとする立場、さらには、B ギャビー単一種の属であるとする立場がある。 最近まで、フサオ,オリンゴのみがよく知られており、単にオリンゴとも呼ばれていた。オリンゴ族が動物園に展示されることは滅多になく、しばしば、金貨獣とご同定される。アレンオリンゴに似ているが区別されるミキサイのオリンゴが2006年に、クリストファー・ヘルゲンによって、エクアドルのアンデス山脈ラスマキナズで発見された。彼は、この種を、オリンギトと名付け、 2013年8月15日に発見を公表した。解剖学、形態学、DNA、野外観察、地域分布等のデータから、ヘルゲンらは、オリンゴ族には、以下の4つの種が認められることを示した。族の文化は、約350万年前に、オリンギトが他から分化したことで始まり、その後約180万年前に、フサオリンゴが分化し、定地に住む、 残りの2種は約130万年前に分化した。時期と地域分布から最初の属の分化はアメリカ大陸間大交差の際にオリンゴ属の祖先が中央アメリカから侵入してすぐの頃に南アメリカ北西部で起こったことが示唆されている。ありがとうございます。